そうなります。アウスレゼメカニックのシチです。入山です。今回は試乗シリーズ、僕の大好きな S クラス一番好きな、なんなら一番今欲しい S クラス乗っていきたいと思います。はい。いろんなアシストが基本的には2005年発売だから古くはなってきてるけど、この S 最終型だから結構いろんな装備があって。何そのコーヒータイムのとか。これね、アテンションアシスト、コーヒータイムのやね、これね、これオフにすると消える。本当よ。これがモーニング違う、まあそろそろ休憩シーンっていうのを教えてくれる。ああのね、そろそろ2時間ですみたいなやつ。あ、そう、言ってくれるやろ。言うあれ、休憩せよっていう。いいって思いながら運転し続けるけど、ただただ運転時間だけじゃなくて、その注意力とかも見とるもんで、このハンドルこう握っとって、曲がりに差し掛かった時のこのハンドルの操作の感じとか、アクセルブレーキの感じ、そんなとこまで感じとかも全部 見とって、怖え、あ、この人疲れてきとんなっていうのを車が感知すると休憩しませんかっていうでメッセージを出してくれるのがアテンションアシストで、すご、結構絶妙にね手助けしてくれる。そしてプレセーフブレーキ、これ要は追突防止、あ、ついとるね。ここにネックプロって書いてあるじゃん。これネックプロ、首のプロ、ここ、これ後ろから追突される、あ、もう追突されるって車が検知するとこいつがボンって出るん、ヘッドレスがボン。なんで、どういうこと、ムチ打ちにならんように。ほんとっていうのがネックプロ。これだからギリギリのとこすり抜けられたりすると、あ、動いちゃう時あって、うっつって、そう、ガチャーンってえーってな、怖い怖い。だったらもうこれクタンクタンになっちゃう、ここの表面だけこっち出ちゃうので、それをまたガチャンって戻さなかった。あ、びっくりした、交換とかかと思った。よかった、鬼やんね、よく、それで交換はやばいと思った今よかった。あとは ESP 横滑りね、これはまあみんなついとる車間ディスプレイね、前の車との車間距離を測るやつがついてたり、ブラインドスポットアシストね、この三角、レーンキープアシスト、車線の真ん中にキープしてくれる、はいはいはい、で後ろのカメラ、こんだけある。すごいね。そう、9年前なのに。割とこのハンドルのデカさが好きなの。でかいよね。テコの原理でさ、ハンドルのここ径が大きければ大きいほど、ハンドル軽くなって操作しやすい。そうなの。あとはショーファードリブンとして、運転手付きの車、運転手付きの車として、あまりこのここに手がこう見えるような運転をするのは NG とされるとって、だからこういう運転がしやすい。いやー、ふわっふわだね。ふわっふわやね。これ今この車は低ダストパッドに変わっとって、ちょっと純正に比べるとふわって感じはするけど、これはこんなもんかなって慣れちゃえば、慣れの問題だと思ってさ、あとはあんだけ外でさ聞いた時、あの V8 の音とターボの音しとったら全然気にならん、ね、雨の日ってのもあるけど、確かに特に何もふわふわな車、もうふわ早いよ、でもすっ飛んでいきそうなぐらいの速さ十分すぎるね。
飛行機発射するときみたいやった。あの感じやね、うん、G のかかり方、うん、確かに飛行機が滑走路を全力で行くときの、そうそうそう、いや本当欲しくなるでかいよね買いますか買いですねやっぱね飛行機最終の S はまあ S に限らずだけどね、うん、あの後期型の最終型現行車とかもう一個新しいのの初期も買うぐらいだったら、うん、僕はその一個前の方の最終買う、うん、一番やっぱ完成度高いからさ、確かに改善した後のやつだもんね、改善してまくっとくからこれ後期最終、これ後期の最終、このちょっとロロロロって音する感じもいいなちょっとこのふわふわ感、うん、スポーツモード入れてどのぐらい変わるか、スポーツモードあんの、ここに足回りと212と一緒で、うん、別よ、そこにあるん、うん、そうするとここにエアマチックスポーツって、へえ、ブレーキホールドももちろんありますよ、 S クラスはこの方から、この前の方はない、マジ、うん、2005年までのやつ W220、 どのぐらい硬くなるか結構ね、うん、メルセデスのエアサスってガッチガチになるでさ、うん、もう全然違うから、あすげえフラットな感じ、ね、俺こっちの方が好きだな、あんまふわふわすぎるとさ、うん、長距離運転すると酔うもんでさずっと揺れとるでさ、なんかまあ確かに、ね、センチュリー乗った時はそうだったの、ふわふわ、ここら辺を50キロで、うん、乗る分にはすごく乗りやすくていいんだけど、うんうん、高速走るとずーっとふわふわ気持ち悪いと船酔いみたいな、その本当にそんな感じスポーツ、これエンジンのスポーツ、んーさっきのは何、これねサスペンション、んー一瞬ですよ60キロが、怖いね、一応2000何キロある、これ2200キロぐらいあるかな、めちゃめちゃおデブちゃんやでさ、まあ見るからに分かるけどさ、あほん、それがあの速さよ、すごいね、どうですか助手席の、寝そう、わかる運転手って静かやし、静かやね、まあ、差し替えても全然静かやし、ガチガチとはいえね、うん、確かにコンフォートに比べたらあれだけどね、全然静かやん、うん、あの嫌な雑音ノイズの部分は、うん、しっかり消すけど、うん、不快な振動は、うん、タイヤが今こういう道路走っとるよとか、うん、そういう部分っていうのはちゃんと伝えてくれるし、エンジンがこのぐらいの回転数で今動いとるよとか、そういうのをしっかり伝えてくれる、それでいて後ろの席はそういう世界とはもう無縁な感じの設計にちゃんとしてくれとるっていうのがすごい僕は好きなところで、後ろの快適さと前の快適さが全然違う、ホイールベースがこの車 3m10cm 超えてすげえ長いの、うん、乗用車としては超ロングな感じで、でホイールとホイールの間が長いことによって同じ 10cm の段差を超えた時の角度が変わるよね、うん、爪楊枝と箸と同じ箸置きに置いた時に爪楊枝の方が角度すごいよねっていう話で、ホイールベースが長ければ長いほど段差に対しての車の姿勢の変化が少ない、防音材がすごいからね、雨の音も、うん、パツパツパツぐらいのさ、これ結構な雨よ今日、確かにね、小雨ぐらいの音しよう、うるさい車すごいもんね、もう K とか乗るとびっくりするやん、貫いてくんじゃねえかこれ座っとるとこ正解じゃないんか座っとるけど大丈夫、ずるっといいかも、シートがすげえ柔らかいでな、柔らかい、あ快適ですね、前とね、前のシートに座っとった時と多分だいぶ振動のあれが違うと思う、
静けさ違うくないかい、静けさというか、あの段差乗り越えた時の振動の伝わってき方、これまだ硬い方やよね、硬い方、これ結構伝わってくるでしょ、硬い方、うんうん、でも全然いい車の方や、ふわふわモード、うん、すごっ、ふわふわ、振動一瞬にしてなくなった、なくなったなくなった、ゴンゴンって感じの音みたいな、うん、部分のさ、何もなくなった、ね、うん、すごっ、これだからそっちに奥さんでしょ、うん、そっちにうちの子供を乗せたらもう完璧じゃない、うんもう一人子供もねじゃあもう一人できたらもう後ろはチャイルドスペースあとはね本当に維持費、確かにな、税金とガソリンがな、これ、うん、アウディの A8 のロングとか、うん、まあ、今の現行 YS もそうやけどこの頃のやつね、うん、BM でいうと F02 とかそこら辺のってロングボディで選べるエンジンの種類が3リッターとかがあった、 4.2 リッターとかの、うんうん、BM の場合 V8 でも 4.4、うんうん、だから税金は7万いくらのランクなのね、うんうん、4.4 リッターの、で3リッターやったらもちろん5万1000円だし、うんうん、これ 4.7 やもん、うん、4.5 を 0.2 上回っとるほうから8万8000円のゾーンあの誤差ね、8万8000円のゾーンに入る上に13年経ったらそこから 15% アップ、マジ、うん、俺そのセンチュリー乗っとった時はそうやったけど、えぐ 5リッターの 15% アップで税金10万1200円払う、 10万1200円、やば、毎年払っとった、きつ、リッター3の車に、やだわ、その維持費がさ許されんじゃん、おう、そんな銭を車にかけるなら子供にかけろって話です、さすがに俺も確かにってなる、さすがにね、うん、そりゃそうだってなる、うんうん、あとはねやっぱね現金なもんで車見る人は多いで、うん、煽り運転防止にもなるでさ、あこっちが横着いことしとったら別やけど、うん、ゆっくり走っとるだけでさ、法定速度守ってゆっくりさクルーズしとるだけでさ、うん、後ろからバチクソに煽られる時もあるやん、うんうん、そういう可能性を減らしたりトラブルを減らせる、いや確かに何のとっても煽ってくるやつは煽ってくるそういう人たちはもう病気だから仕方ない、どうしようもできない、そういう意味でも安全性は高いかなって感じかね、まあね、この車ね、ラグジュアリーシートパッケージっていうのがついてないから、おう、マッサージ機能はないはず、マッサージはいいわ、ラグジュアリーシートパッケージついとるとさらにマッサージ機能がつく、あ、至れり尽くせりな、いや本当に普通に広くて最高、最高だよね、うん、でも僕のこの車を皆さんにお届けしたいとかそういうことじゃなく、完全個人の趣味で言うとね、うん、僕は運転手付きの車運転するのが好きやん本当に欲しい、運転手のように優雅に運転する、いかに優雅に運転するかこれがだって200万円台、300万円台で程度いいやつがゴロゴロあるから、うん、これもうちょい古くなってくるとね、多分程度いいのどんどんなくなっていくの、あ、良くも悪くも一番人気あるのね、 S クラスって、そうなんや、うん、だからみんな若い子とかも憧れたり、昔ほどじゃないかもしれないけど、うん、みんなね改造したがるやん、僕も結構そっち早いけどさ、うん、ロリンザーのエアロ組んで車庫タンにしてみたいなさ、
多いのよそう、ね、どんどん程度いいのなくなってくる。あで若い子が乗って乗りっぱなしをオイル交換もせずに、距離だけ走ってもボッボッそぼそ でさらにね、粗悪なお店なんか行ったらね、これ普通ですよとか、ベンツ S クラスうちも何台も取り扱ってますけどこんなもんですよとかって言われてさ、でもお客さんわかんないからこんなもんなんだと。そういう S クラスすごい多い、確かにね、多くなって、さらに今それがだんだん廃車になったり売れんくなって淘汰されてきたぐらい、だから今後どうなっていくかっていうと、全国のその中古車の台数がどんどん減っていって、ただ程度いいのが割合としては増えてくるって感じかな。程度悪いのはどんどん他られていくもんで、まあそうだよね、あとはねまあみんなそうだけど新しい方がいいじゃん、同じお金出して新車買うなら、これなんかあと1年待ったら現行の222出ますよって案内があって、もう下手したら本国ドイツでさ、もう出てったりするとさ、同じ1500-600万出して550のロング買うなら222買おうぜっていう感じになっちゃうじゃんね、新車選ぶとしたら、だから玉数が後期は少ないの。へえ、そうなんや、同じ理由で初期もんはすげえ多い、うん、特にそういう人たちってさ型落ちとか嫌がるから、型が新しいの出た瞬間に買う、はいはい、初期もんが多いね、で型落ちになった瞬間に値段がバーンって落ちてるみたいなのが結構あるね、今一番そのバランスがいいと思う、車両価格の安さと、あの程度のいい車の多さ、あと選択肢だね、これ以上程度いいの少なくなってくると、もうなかなかさベージュの内装がいいなとかって思っとっても出てこうへんから、探すけどいつになるかわからんよ、すぐ出てくるかもしれんけど1年2年かかるかもよみたいな、あるでさ、今がねマジでチャンスだと思うんだよな、俺も欲しいもんね今ちょうど、ちょうど、はい、というわけで帰ってきました、はい、またね熱い思いがだいぶ爆発した感じのねそうですね、マジでね乗れば乗るほど欲しくなるねこの車買いですか、めちゃめちゃ買い、すぐ欲しくなるけど本当に欲しい、スポーツモードがちょうどいいで、どうやろうな、僕 AMG パッケージ付きのモデルがいいかな、グランドエディションってやつ、一番最後の最終出た、フルオプションのやつが最後限定で出るもんでさ、いつも、それがいいかなって感じ、カーナビだけはもううんこやでカーナビだけはもうね、アンドロイドナビとかつけてやるか、それやったらまあそれか外部入力みたいなのね、FM トランスミッターみたいなやつで音だけ飛ばして、あともう全部スマホ、それこそさこんな感じ置いといて、あと音声だけねスピーカーから出るようにするように、それで十分かなって感じするでさ、俺はだいたいさどこ行くよって携帯でこうやって調べてさ、ここ行きたいねって言ってこういう風にさ入力するよとかさ、ここはさ経路ピッて押してさ、これさ結局いつもそうするんよ、ピッてやったらさ、今で新しいのでもそうやん、結局、携帯携帯、いやでそこまで僕求めてないカーナビに、そうだね、バックカメラさえついてる、まあ、大概大丈夫かなって感じあとは左ハンドルがやっぱ運転しやすいねっていうことだね奥さん乗れんくなりそうやけど、いいよね左ハンドルね、慣れたらめっちゃ楽な感じする、正直左ハンドルは1時間運転したら慣れる右ハンドルは1ヶ月ぐらい運転してると慣れる、そうなん、怖い、ずっと未だに怖いもんね右ハンドル、こっち何にも見えへんよ、そうだね右ハンドル、そうし逆を言ったらそうよこっちのギリギリ見たいことなんてないもん普段、あ、でも右曲がる
る時だけちょっとあれじゃない、右曲がる時だけ、うん、何にも見えんけど、何も見えんね、あと追い越し、あの追い越し、高速とかの追い越しじゃなくて、うん、堤防みたいにさ追い越し可能な反対車線出て追い越せるよってとこは、ほぼ反対車線出んと反対車線の状況が見えるんで、そうそう、まあまあ遅い車がおったら、うん、僕はもうそんな飛ばすタイプじゃなくなったんで、別にいいやん、ゆっくり後ろ走れば、それでさ、あ遅れるやばいってなってもさ、じゃあなんでもっと早く家出んかったのだけの話やでさ、それをその人のせいにするのがおかしいな、うん、まあいいかなって感じ。右折は事故防止で、最近ロータリー式だったり、うん、あの矢印信号、あ直線と左折だけ、うん、で右折っていうのに今ほぼ分かれとるやん、大通りって。でそうじゃないとこ、うん、でそんなに困らんのよ、うん、交通量少ないから、うん、交通量多くて、あ見えん、どういけるかな、どうやろうっていうとこは大体もう矢印だから、困るのは、うん、駐車場発見機、 あれね、いちいちね、こうやって降りてね、こうやってやるから、ね、降りてくしかない、うん、あとは一人で乗っとる時に、うん、ドライブスルーが行きづらい、降りて買いに行けよって話やもんね駐車場とドライブスルーが、ドライブスルーは大概なんとかなる、うん、駐車場だね、駐車場な、事前生産のあるとこやったらまだ、そこでチャリンチャリンしちゃったらもう後ろに本当にごめんなさいし、ね、まだ、ね、あれね、マリオットとかさ、ああいうちゃんとしたとこってさ、左ハンドル用の発見器あるとさ、ね、ちゃんと、うん、全然問題ないけど、うん、そうじゃないとこの方が駐車場が多い、ね、そこだな、いやでも左ハンドルがいい、うん、今日は、ね、いい市場でした、最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあねー。